適切さの論理、あるいは相関論理、関連性の論理は論理学のいかなる体系においても最も重要な論理結合子と考えられる。ならばや、推論の論理構造を再検討した論理体系である。英語では、オーストラリアの論理学者はレレベントロジックスと呼び、それ以外の英語圏の論理学者はレリバンスロジックスと呼ぶ。古典論理において条件関係。 含意関係、帰結関係を表す、論理結合詞である、実質含意と我々が普段思考するときや推論するときに使用する条件関係、含意関係や、帰結関係を表す、ならばという言葉の間には大きな隔たりがある。これは、実質含意に関するパラドクス、もしくは実質含意のパラドクスとして知られている。なお、条件関係、含意関係、 帰結関係の関連性や関係については様々な議論がある。しかし、本校ではこの三つを特に区別せず、共に、もしならば、で表現される関係として扱っている。条件関係を持った文を条件文という。条件文 PQ の P の部分を全件、Q の部分を後件という。古典論理において、 ある条件文が真であるときの条件は、その条件文の全権が真であるのに、貢献は偽であるということがないである。よって、古典論理においては、全権と貢献の真偽のみがその条件文の真偽に関係し、全権と貢献の間に関連性があるかどうかは、条件文の真偽に関係しない。しかしながら、我々がある条件文が真であると考えるときには、 上記の条件のみを満たしているだけでは不十分である。我々はある条件文が真であるとき、その条件文の全権と貢献に関連性があることを期待する。例えば以下の三つの条件文はすべて古典論理においてはまであるが、我々はまであるとは考えない。この我々が普段使用するならばと古典論理における実質願意の乖離が実質願意のパラドクスである。 この我々が普段使用するならばと実質願意の解離について多くの研究が行われきた。適切さの論理は我々が普段使用している条件関係や願意関係、規決関係の意味を古典論理における実質願意よりもより忠実に表現し扱うことを目的として構築された論理である。最初に提案された論理体系はカーマンによって提案された場合で、 ある。アッカーマンは、新たに、基本論理結合子として、幻覚願意を導入することで、実質願意のパラドクスを排除した。アンダーソンとベルナップは、この論理体系パイを再構築し、この体系と、同等な体系である帰結関係の体系 E を、提案した。また、ベルナップは、実質願意よりも制限が強く、幻覚願意よりも制限が弱い。 万位結合子である相関万位を提案し、それに基づき相関万位の体系 R を提案した。また、アンダーソンとベルナップによって体系 T が提案された。ありがとうございます。